はい、それでは続いてこの間の Amazon プライムデーで買った、MacBook Pro とあとそこらデスク周りのアクセサリーいろいろ買い足したんでちょっと紹介したいと思います。まずはこれ。はい、まだわからない。なんだこれですね。後ろに書いてあった iHaperかな。 iHaper Happier iHaperです。これが USB ハブですね。うん、こんな感じ。すごい手が揺れてる。うん、こんな感じで SD カードと USB ポートが3つと USB-C、 マイクロ SD も入れれるかな、これは。はい、で、2つ使うんですよね、サンダーボルトを。ただ今回の MacBook Pro は右側に2つと左側に2つの4つのポートに増えたんで、これでよいしょ、OK、うん、ガッチャンコってやれば、あ、結構いいじゃん、まあ、そこまで邪魔にならずに使えるかなっていうので。ただ正直、あ、これ抜くのめっちゃ怖いんだけど、あ、ここに HDMI がついてる。うん、抜くのめっちゃ怖いんだけど。はい、で一応なんかケースとかついてるけど、うん、まあ一応持ち歩き用で使います。ただ正直普段からそこまで、まあ、最近動画撮るようになったんで SD カードとか使うと思うんですけど、そこまで充電器とあと外部ディスプレイ接続か、それだけあれば別に大丈夫だったんで、正直 USB とかも接続することあんまりないっていう感じだったんで、まあ、ただまあ、使うか、使いますね。買ったんでしかも使います。ただその前にね、これ買ってたんですよ、実は。トランセンドの、これも USB 挿すやつ。あ、USB で挿して SD カード取り込むやつなんですけど、これもうあんま必要なくなっちゃったかも。一応、まあ、これでつけて使えはしますけど、一応残しておきます。はい、で続いてがこちら、こちらでーん、まあ普通の HDMI ケーブルです。今回は Amazon Basic のやつ買ってみました。まあ今回これにね、だから結局外部ディスプレイ使うとこれ使うことになっちゃうんですけど、これで繋いで使うために買いました。はい、はい、そして3つ目がこちらです。ポーチですね、普通にケース。これはなんだっけ、 Amazon Basic じゃないけどなんかおすすめみたいなやつに書いてあったやつかな。とりあえずどうせ後でなんかいい感じのやつ見つけたら買い替えようと思ったんで、割とクッション性重視、すごい、うん、クッション性重視で、とりあえず一時しのぎみたいな感じで買いました。1000円ぐらいだったかな。まああんま持ち歩くことないと思うんですけど、当分仕事用の普通の MacBook Air は一応あるしないと思うんですけど、一応買いました。はい、こちらですね、アンカーで。アンカーもね、プライムですごい安くなってたんで、これなんだっけ？はい、こちらです。これですね。こちらです。こちらの、コンセントで挿して、充電するやつ。なんか、すごい言い方雑だけど、充電するやつ。で、これ自体には別に、バッテリー、これ自体がバッテリーになってるわけじゃないんで、これは単純に急速充電器ですね。パワーポートスピード4USB 急速充電器、うん、急速充電用のやつがついてるっていう感じで、これ何が違うんだっけな、ちょっと思い出せないけど、うん、これがついてます、このマーク、これとこれ。はい、でちなみにアンカーめっちゃ好きで、アンカーでいいのかな、これよく旅行するときに使ってるんですけど、2万ミリアンペアのやつ結構いいっす、あれ。最後こちらですね、でかいんですけど、 Amazon Basic で
買いました。これがモニターアームですね。 Amazon ベーシックのモニターアーム。モニターアームといえばエルゴトロンというやつを友達に前勧められたんですけど、それと同じかな。ここが二軸になってるんですよね。でも Amazon ベーシックすごい安くなってて、プライムデーなんで、まあ、なおさらに安くなってて、プライベート商品は普段1万5000円ぐらいするやつが4000匹ぐらいなってたんで、これは結構買いだなと思って買いました。なかなかセットアップがちょっとめんどくさそうだな。ていうかこんな分厚いのいる？こんな分厚いのいる？まあ言語別か。結構分厚い。ちょっと紹介したばっかりで汚いんですけど、今ちなみに机こんな感じになってて、ちょっとねここのスペースもうちょっと有効活用したいなと思って、それでモニターアームの導入ちょっと決めました、ね、コード周りとかも結構スッキリさせたいんですけど、これでまあこれ MacBook Pro でねちょっとね大きくなるんで、また場所を取るんですよね結構。そうするとここの土台が意外と邪魔になるっていうので、うん、買いました。はい、こんな感じになりました。さっきよりめっちゃスッキリした気がする。まあ、まだ全然コードとか準備してないんであれですけど、すごいすっきりした感じがする。はい、そんな感じで Amazon プライムセールで買った合計5品プラスアルファちょっと紹介したんですけど、皆さんは何を買いましたかね。結構他にも最近プライムデーで買えばよかったなと思ったんですけど、その後に買ったやつとかもあるんで、またぜひ紹介していけたらなと思ってます。それではさよなら。